レッドブルザルツブルクが輩出する次な逸材として、大きな注目を集めるハンガリー、表 MF ソボスライ・ドミニク。先日行われた UEFA ネ4リーグのトルコ代表戦では、直接フリーキックからのとてつもないゴールでチーム、勝利に導いた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュ、0-0のまま迎えた80分。ハンガリーは、ペナル、Eエリア、手前左寄りで FK を獲得。ゴールまで、まだ距離のある位置ではあったが、ソボスラが、右足で放った強烈なシュートは、壁の上を、得て完璧な軌道を描き、右ポスト内側を叩い、ゴールネットに収まった。明らかに、ノーチャスだった相手 GK も呆然とするしかなかった。ソ・スライは、昨季のザルツブルクでも、主力とし、活躍し、公式戦40試合で12得点18アシストを、記録し、国内2冠に貢献。元同僚である、南野匠の所属、ルリバプールや、アーセナル、ミランなど多く、有力クラブからの関心を引きつけている。同、ザルツブルク出身の FW アーリング・ハーランは、ボルシア・ドルトムントで、すでに世界的、ターに上り詰め、南野も、リバプールでの本格、な活躍開始へ大きく期待を高めている状況。19のハンガリー代表 MF もそれに続く存在となる、能性は高そうだ。次ページ、動画、まさにゴラ、ザルツブルクの19歳 MF、代表で決めた。すごすぎる時間、FK。